ちゃ景色いいでしょ、ここ。かやぶきやね、わらぶきやね。すごい、こういう家がね、まだ残ってますね。おはようございます、エムズです。今日はこれね、京都府の南丹市ってところまで来てます。結構山ん中なんでね、今8月やけど、この時間21度とか22度なんで、むちゃくちゃ過ごしやすかったですね。一発仕事終わらせてきました。一発下ろしてきたんでね、次は兵庫県の尼崎市へ向かいたいと思います。ええ景色やな。ええ景色やけど、冬場とかなんかね、雪積もりそうな感じの道ですね。まだね、朝晩だいぶ涼しなったっすけどね、やっぱ昼間はね、ちょっとまだ猛暑っていうんかな、暑い日が続いてるんでね、水分補給しながらやってるんですけど、これ見えるかな、気温、温度計ここ書いてるんですけど、22度です。ただいまの気温22度です。8月21日で22度です。夏の終わりに、やっぱ山ん中来たらちょっとね、温度気温低くて過ごしやすいですね。まあ秋がすぐそこまで近づいてるんかなって思います。最近昼間とか暑いんで、皆さん冷却スプレーとか使ったりすることあります？体冷やすスプレーとか、あの匂い消すスプレーとかあるじゃないですか。ギャッツビーとかエイトフォーとか、ああいう系のスプレーね、使ったら気持ちよくなるんですけどね、その後気をつけた方がいいっていうのをね、ちょっと言ってたんでね、ちょっと言っときたいと思うんですけど、あれってね、火気厳禁って後ろの注意書きのところに書いてて、火気厳禁と高温注意っていうのを書いてるんですけど、もうその注意書きの書いてる通り火気厳禁なんで、あれ使った後にね、タバコ吸う人とかもいてるんですけど、その残ってるガスにね、タバコのライターの火がね、着火して爆発したりすることあるんで、十分あれ使うとき注意してもらいたいんです。で、含まれてるガスがね、空気より重たいんで、足元にね、ガスが溜まることが多いらしいんです。足元に溜まるってことは、匂いがせえへん場合もあるんで、その匂いがせえへん場合もあって、で、そこでタバコ吸うことによって火つけるじゃないですか。まあタバコ吸うときって窓ガラスちょっと開けるじゃないですか、煙逃がすために。窓ガラス開けるけど、換気のために開けるけど、そのデオドラントスプレーとかね、ああいう冷却スプレーに含まれてるガスは重たいから、窓ガラスより下で溜まってる場合があるらしくて、そういう場合ね、お分かりですよね、火つけたらバーンって爆発しちゃうん で、実際にね、そういう事故がね、つい最近広島の方であって、ニュースでなってたんですけど、もう2トントラックやったかな、もうえらいことになってましたね。布団とガラスもうコッパみじんになって、ガラス割れるだけじゃなくてね、屋根も変形するぐらいね、それほどの威力のあるガスらしいんでっていうか爆発するんで、注意してくださいね。あとタバコ吸わへん人でも、トラックの中でトラック飯とかね、コンロとか火使う場合はあると思うんですけど、そういう場合もね、ガススプレーした直後とかはね、気をつけてくださいね。もし使うんであれば、一回ね、窓だけじゃなくてドアも完全に開けてね、中の空気逃がすような感じでしてからやった方がいいんじゃないかなと思います。僕もね、たまにトラック飯でコンロ使ったりするんですけど、これからね、ちょっと注意してやっていきたいと思います。特に暑い時期はね、冷却スプレー使う頻度が高くなると思うんで、気をつけてくださいね。あと使わへん人でも、車の中にガラスクリーナーとか
ね、置いてたら、ああいうのも、爆発の危険性があるんで、なるべく車の中に積まない方がいいと思いますね。まあ、運転中はね、エアコン効いてるかあれなんですけど、止めてね、一日置いてる時とか、ね、車の中って温度ね、すぐ上がっちゃうんでね、ああいう燃えやすいものというか、可燃性のやつとかね、爆発する危険性のあるやつはね、なるべく使う時だけ積むようにした方がいいんじゃないかなって思います。あともう一つね、注意してもらいたいのが、ライターあるじゃないですか。ライターをね、ライターって小さいからたまに落とすじゃないですか。シートの隙間に落ちたまんまとかね。そういうライターも、この暑さで、昼間の暑さで知らん間に、爆発して、破損してる場合があるんです。シートの下に落としてしまったライターがね。それを気づかずに、また同じようにタバコに火をつけるじゃないですか。その時にね、足元に溜まってる、そのガスにね、着火して爆発したりすることもあるんで、必ずシートの下に落ちて諦めるんじゃなくてね、安全な場所に止まってから、ライター系はね、必ず拾っておいた方がいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、危ないんでね、こういうの気をつけた方がいいと思いますよ。僕もね、そんなニュースになるまではね、そういう爆発とか火気厳禁って書いてんのは知ってたんやけど、結構ね、トラックの中にほったらかしにしてることが多かったんで、これからまだまだ暑くなる季節っていうか、9月になってもね、まだ全然暑いと思うんでね、そういうの気をつけていこうと思います。ほんなら今からね、ちょっと、京都縦貫道の方に向かって行って、神戸の方まで帰っていきたいと思います。次は神戸で仕事です。